三宅関庵書き。関庵は、眼神経の処風を学んだとされる。三宅関庵教法15年7月16日は、江戸時代中期の儒学者。浅見経済文家、海徳道書大学主。名は正な、字は、ジップ、通称は新次郎。別号に万年、配号に千石。弟に、三宅観覧がいる。学をはじめ、学、古学、 医学などを本邦に取り込む赤庵の学問は、縫え学問と称され、海徳道の学風にも大きな影響を与えた。書家としても知られる。漢文五年、京都三条通に、町人寿者、三宅六兵道越と、妻、田中氏の間に生まれた。弟観覧と共に、西木工事道高僧にシールの浅見掲載史塾で、趣旨学を学んだが、陽明学に傾倒したため、 宝刀を理由に破門された。元禄初年、江戸で観覧と私塾を開くも振るわず、元禄十年単独で帰京後、佐抜国太戸軍古平の豪能羽根や、木村平門寸記に招聘され、儒学を教授した。この間、京都の豪商とも人脈ができ、元禄十三年、大阪天ヶ崎町二丁目五両筋で私塾を開くと、町人を中心に多くの門弟を集めた。 聖徳3年8月、塾内が手狭のため、門邸の町人や木村野党の資金で用意した安土町に町目北側に移転し、多少道と合した。しかし、資金提供者の中に、特業でない者がいたとして、教法4年8月、自身の資金で高来橋三丁目から虫や、サブロウエモイン委員宅を借りて移転した。教法九年三月、教法の退化で被災し、 郊外平野の教学含む水道に避難、門邸への教授を続けた。同年5月には門邸によって、天ヶ崎町一丁目北川道明寺や吉左衛門委宅に海徳堂が設立され、その学校もに就任した。教法11年には中井宗安により海徳堂が管理とされ、10月5日の記念講義では、論語申し拡大一章を解き、その内容は、 万年先生論、毛首症講義として伝えられる。教法15年死去。墓地は、河内国高安郡、服部川村人工事。妻、岡田氏と二男二女を設けたが、次男以外は溶接し、次男三宅春郎が海徳堂、第三大学主となった。ありがとうございます。